皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。やめて。ASMR ちょっと思っちゃった。はい、本日司会の川瀬彩芽です。今日は新章でお送りします。清涼感あふれるこの新章です、ね。涼しいね。見た目はね、見た目は涼しい。はい、ということで桜井ビートのゆかりで夫婦なショールーム、うん、シャープ90。本日のサブタイトルを決めたいと思います。はい。はい。桜井ビーズのショールームはこのサブタイトル制を導入しています、はい、オープニングでユーザーさんとサブタイトルを決めてそれに ちなんだ配信をやっていこうという新ルールです。なので台本もほぼありません。はい、あ、盆踊り新規ですだって。おあ、前回ね、そうなの、素晴らしい。もう特殊とのか知らない。今回もね、あのサブタイトルを決めていきたいと思うんですが、はい、なんかヒントっていうか、うん、今日のテーマ的には、うん、まあ、ワンマン終わったよねっていう感じのと、うん、あとこっからまあワンマン終わったが夏が始まったっていう感じで、うん、これから夏に向けてみたいな感じのテーマにしようかなと思ってまして、うん、それにちなんだサブタイトルを皆様考えていただければと思います。はい、ね、そうですね、コメントして、うん、コメント待ってますよ。暑さも湿気も吹き飛ばせスペシャル、夏が始まったねスペシャル、夏のおバカ騒ぎ、おバカ騒ぎ、バカ騒ぎ、駆け抜けろ、ま、夏真っ盛りを駆け抜けろ、うん、桜エビフェス、あ、リチュク読んじゃった。20? 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 20
桜エビの夏。あー、もういいね、令和最初の夏、桜エビに捧げないよくない？お、あ、いい、ね、いい、あ、そうじゃん、令和になったんだね、捧げない、そういえば、そういえばもうね、これにしたよ。お、決まった？令和最初の夏、桜エビに捧げないにしましょう。おお、早かった、今日はいい、ね、そう、サブタイトル決まるのちょっと早かった。じゃあ行きましょう。はい、桜エビの愉快で不服なショールーム、令和最初の夏、桜エビに捧げない。私だけでいい。あ、そうだ、ごめんなさい、みんな言うかと思った。せーの、桜井ビーズの愉快で不服なショールーム、令和最初の夏、桜井ビーズに捧げない、イエーイ。皆様こんばんは、桜井ビーズです。よろしくお願いします。本日は第90回桜井ビーズで愉快な夫婦のショールーム、令和最初の夏、桜エビに捧げない、もうご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は、ね、3週間ぶりということなので、お久しぶりでございます。お待たせしました、皆さん。一周みんなね、そう、待たれたので、ということで自己紹介いきましょう。はい、リジュからかな。はい、高校2年生16歳のリジュ、琴村星リジュです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、そらこと茜空です。よろしくお願いします。イエーイ。リザーマーです。よろしくお願いします。イエーイ。リザーことメザーです。今日もよろしくお願いします。はい、リコと桜井美里です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、メチコと関西部です。よろしくお願いします。イエーイ。やめちゃった。まあいっか。ということで、現在のランキングトップ5を見ていきたいと思います。はい。第5位は、第5位、シグアット川上さん、ありがとうございます。はい、第4位、ニオさん、ありがとうございます。第3位、はい、コンボエルボースピンキークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第2位、ササさん、ありがとうございます。第1位、オフィシャルの中野人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではここで拡散タイム。はい、この配信を一人でも多くの方に知ってもらうために、今から桜井ビーズのツイッターで告知ツイートをしますので、リツイートをよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今日は何のポーズにしようか。今日はなんだ、でも夏じゃん。そうだね。夏じゃん。い、暑いみたいな感じにしようか。最近かなり暑いから。そうですね、もう梅雨明けして、あ、梅雨明けおめでとうございます。ありがとうございます。誰に私たちが苦手なので。じゃあ夏を表現しようか、僕たち。じゃあコメントどうしようか。暑いなマジでにしよう。じゃあ暑いな、ね、ひらがなとかの指定は大丈夫です。暑いねマジでは全部ひらがなね。全部ひらがなで、暑いね、うん、マジで。で皆さん、じゃあ打ってください。じゃあもうちょっと準備いるかな、うん、はい、あ、普通
き。あ、いいね。じゃあ行きますよ。皆さんコメントお願いします。あ、来ました来ました来ました。暑いねマジで。いいかな。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いねマジで。じゃあそれは告知で、ツイートで告知しますので、そちらをリツイートしてください。お願いします。お願いします。おすごいいっぱいみんなありがとうございます。ということで企画にね、早速いきましょう。はい、令和最初の夏、桜井ビーズはワンマンライブを行いました。捧げてくれた人いますか。はい、企画じゃないですね、これはまだ企画じゃない質問です。質問でした。あ、そう、あの桜井ビーズ、ね、で7月28日のワンマンライブ、ね、捧げてくれた方いたらコメントお願いします。もうついこの間ですからね。はい、やって。お、ありがとうございます。でも簡単に説明しますと、7月の28日の日曜日に新宿ロフトにて、1部が桜井ビーズと鬼瓦さんとのツーマンライブ、2部が桜井ビーズワンマンライブということで、なんていうんですかね、令和最初の夏の桜井ビーズの単独のワンマンライブとツーマンライブが行われたんですが、一部はね、あの鬼瓦さんっていう、それは月曜日の九時のようにという楽曲を提供してくれた方とツーマンライブがあったんですけど、はい、コラボ曲をね、はい、やりましたね。やった。あの3日ぐらい前に振り入れをしまして、シャッターチャンスという鬼瓦さんの曲をまずはコラボしまして、その時は撮影がね OK だったんですよ、ファンの方の、うん、なので撮ってくれた方いますか、そのシャッターチャンスの時に。普段の鬼瓦さんのライブはそのずっと撮影が OK らしくて、ですね、でこの曲は特にその写真を撮る、何シャッターチャンス、そうそう、まさしくね、うん、シャッターチャンスが多い曲だから、そういったことで桜井に、ね、参加させていただいて、おお、よかった、ありがとうございます。それぜひね、拡散してもらえると嬉しいです、ね、そしてシャッターチャンスだと、もう一曲桜井ビーズのそれは月曜日の9時のようにという曲を鬼瓦さんと一緒にやったんですけど、うん、でやっぱ普段自分たちだけで歌ってる人とダンスもね、うん、込みでいつもやってるんですけど、うん、今回は鬼瓦さんと一緒ということで、振りもほぼねサビのとこだけとかで絡みに行ったりとかして、うん、なんか男性の声も一緒に入って、うん、コラボ感があるコラボでした、うん、どうでしたか、なんかやってみた感想とか、いつもとやっぱ違う感じでしたけど、うん、めっちゃ楽しかった。なんか、ね、新鮮っていうか、なんかでもなんか、あのなんかさ、僕たちもさ、ちょっと頑張ってさ、かっこつけてさ、こう一緒にその鬼瓦さんと歌うときさ、こうチラチラ顔見るんだけどさ、やっぱりどうしてもタイミング合わなくてさ、僕が見てるとき見てない、見られてるときに見てない、でもあみたいな、そういうのなるのがなんか面白いね。浜田さんのときもちょっとそ、それもね、いい感じがあった感じで面白かった、ね、超レアだよね、そうです、その日限りのコラボだったね、楽しかった、楽しかったです。はい、そして2部は完売したということで、ありがとうございました。ありがとうございます。企画いきましょう。お、企画が出ました、できました。令和最初の夏、桜井ビーズのワンマン振り返らない。おー、はい、振り返らない、これでいきましょう。伸ばすのない、はい、なーいで、これでいきましょう。なーい、せーの、なーい、癖になりますから、じゃあもう一回せーの、なーい、こんな感じで、はい、いきましょう。あ、言ってないから感想聞きますよね。あ、そうですね、あ、本当ですか。言ってない方はぜひね、聞いてね、そうですね、次のワンマンにちょっと来たいと思わせるように頑張ろう。そうね、1部はね、さっき言ったように鬼瓦さんとツーマンだったんですが、2部は桜井ビーズのワンマンライブでしたね。そしてその2部からこの新衣装が皆さんの目の前に出てきたのは初めてだと思うんですけど、あの写真ではね出してたんですけど、アーシャが変わったりとか、あのアルバムのジャケットが発表されたりとかして、でもこれは初披露だったということで、なんか爽やかな感じでしたよね、衣装から。チャックついてるだって。そうなんですよ、チャックついてるね。結構なんか衣装のポイント的にはさ、そのまあスカートの広がり方とか、ちょっとヒラヒラしてる部分とか、女性らしいけどちょっとここのデザインがライダースジャケットっぽい感じで、ちょっとロックテイストも入ってて、この
全身だけでもなんか桜エビのちょっとギャップというかがなんか現れたというか、可愛いですね。ぜひ見てください、ね、夏は多分見れる機会がほとんどだね。そうですね、これ多分ずっと着ると思うね。肩のところも違うんだよね、2人2人で。そうデザインが違うから、そんなとこもねぜひ注目してもらいたい、うんうんうん、そして1ブロック目から結構激しめなねセットリストだったんですけど、うんうん、なんかその日すごい暑かったんですよ、うん、会場の中もあのソールドアウトでパンパンだったので、ね、すごいパンパンだった。もう本当暑くてなんか MC 中に思わずあのクーラー下げてくださいみたいなこと言っちゃうぐらい暑かったんですよ。暑かった。それぐらいなんか熱気もすごかったですし、うんうん、皆さんはあのテンションを肌で感じることができたと思います。最初からぶち上がった、うん、1ブロック目の熱がすごかったね。本当に、ね、そう、コメントにもあるんですけど髪型は規定なのってやるんですけど、今日はねたまたまみんな規定の髪型をしてるので、うん、ね、セットリーがハードすぎた、ハードすぎてぶち上がった、ね、うん、もうすごい疲れたもん。なんか結構もう夏のライブあるあるだけどなんかさ、うん、もう僕さ結構ライブ終わるとき毎回言ってるじゃん、うん、なんかさここの境界線を越えたら一気に熱いのよ。なんかそう、だからお客さんはどんだけ暑いのって話だ、ね、僕たちですら暑いのにさ、うん、びっくりしちゃうよ、うん、いやもう、うん、1000人を超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ夏はね、あの外暑いから、うん、家にいてすることなくてショールーム見てるみたいな感じの人ですよね、皆さん。だってみんなもう夏休みですか。そうですよ。そうだよ。ありがとうございます。ですよね。はい、ということで2部ね、何かありましたっけ、その他に。2部、2部、はい、ワンマンですか。ワンマンの方なんですけど、ワンマンはでも、まあ、まだね僕たちその8月にアルバムを出すから、うん、ちょっと今回のライブで別に新曲とか披露なかったんですよ。でもなんか僕の印象では結構なんて今までワンマンってさ MC でちょっと企画やったりとか長めの MC があったりしたけど、うんうんうん、今回そんななくなかった。確かに。だから詰め込みだったね。そうそうそう、だから曲を結構聴かせてその曲で皆さんをこう上げていくみたいな感じのライブだったから、うん、結構ハードだった、ね、ハードだった。聞いてみますか、あの2部来てくださった方、はあ、どんな感じでしたかライブ。2部のなんか今までのライブとなんか違いはありましたか、僕たちの、うん、どういう風に見えてたよとか、うん、2ヶ月ぶりのワンマンだったよ、ね、そうですね、そうそうそうだ、キラキラのエモさ、お、エモかった、エモかったんだ、エモかったって、この1年の集大成って感じだよ、うん、あ、12ヶ月連続でね、めちゃくちゃ熱くて楽しかった、楽しかった、前の曲が懐かしく感じた、確かに、ね、瀬取りの流れが良かった、おタイトな構成ですごい良かった、外ライラって久しぶり、確かにあんまりね、まあまあ初めてだけど楽しい、うん、ありがとうございました。嬉しい、ありがとう、初めてって嬉しいよね、うん、夏が待つます、待つます、待つますね、夏が待つます、やらない曲もあったね、うん、そうなんですよ、増えた時のそういうのあるよね、デメリットとしてね、うん、なるほど、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあまだねワンマンライブとかライブ来たことないよっていう方は、まあ、こんな感じですごい楽しく熱いライブをしてますので、うん、ぜひ桜ビズ見に来てください、うん、よろしくお願いします。あと、あの女の子とかあのご家族ちっちゃい子とかちゃんとそのエリアもあるからね、うん、あの、はい、来やすいと思うので、遠慮せず、怖いなと思わずぜひ来てください、来てください、ありがとうございます、はい、ということでここでね告知をしたいと思います。はい、デルトゥー通してるので、あれこれからでいいのか、はい、東京アイドルフェスティバル2019桜井ビーズの出演時間を発表します。やった、イエイ、はい、8月2日13時40分から14時10分はホットステージジップダイバーシティです。初めてのもう5回目だ、思わずスタッフさんも揺れちゃうぐらい、ノリノリ、いや嬉しいですね、こちらあのかなりあのセットリストも決まったんですが、すごい気合の入ったセットリストですので、はい、ぜひ、でもね絶対楽しいと思う、楽しい、でもこっちも楽しいもんって、うん、多分みんなが好きな歌やります、わかんないですね、わかんない、適当に言っちゃったけど、でもそんな感じ、すごい楽しいライブだと思うので、ぜひ ZEP ダイバーシティお越しください、お願いしま す, いします、はい、そして8月3日次の日ですね、10時40分から11時、スマイルガーデンであります、うん、そして14時5分から14時20分まで富士横ステージです、はい、これは富士テレビの本社の
7階屋上の曲ですね、はい、そして3日の日は、あの桜井さんと芹沢さんが朝にねスマイルガーデンでラジオ体操しますので、7時45分からやるので、はい、さっき練習してましたよね、はい、多分本番は完璧だと思うのでぜひ来てください。じゃあもう行く、見に行くから。そうですね、ラジオ体操してから本番出ましょう。そうですね、はい、どちらも会場はお台場の大梅周辺エリアでございます。お願いします。せーの、ティフ桜エビーズに捧げない。いや捧げてくれ本当に。でもティフ行けないって見えた。あ、そうなのね。じゃあ行ってる気分に。ここだティフ、あのさ3日はあのみんなついででいいので僕の腕相撲もぜひ。そうです、あ、見たい。アームレスリングチームだから。すみません、あの牛蔵さんと一緒に頑張ります。頑張れ、頑張って。はい、ゴー。青梅、青梅、青梅って言うんですか。青梅、青梅、みんなわかんない。青梅、青梅でした。青梅、青梅に行っちゃダメ。青梅に来てください。青梅ってあれじゃない、新潟の方じゃない。違うっけ、東京だけど。ちょっとややこしいので、青梅に行っちゃダメ。お台場らへんに来てくれればってやってますので、ゆりかもめとか乗るの大丈夫です、はい、すいません、ややこしいことを。はい、そして次の日、3日の日ですね、ももクロマニア2019サテライトパーク、やった。所沢はミュージック&アートフェス19、はい、2019年の8月4日日曜日の10時5分頃からサプライズに出演します。はい、こちら観覧無料ですが、当日のホムクロさんの本公演のチケットをお持ちでない方は入場できないので注意してください。じゃあこれ言いましょう、せーの、ももクロマニアサプライズに捧げなーい。そう、これね、ももクロさんも見れるし、桜井ビズも見れるしっていう感じの、うん、ポンポンって感じなので。でもさ、来る方ちょっと注意してほしいのは、僕たちが10時からで、ももクロさんの本番はもっと夜なので、 その時間が空いてしまう。あと、もう寝坊したら見られないということで、あの前日もしティフ来てくださる方でこの日も来るよって方はもうすぐ寝ようって感じ。そうですね、それがオールかどっちかですね。お確認してください。はい、まだまだあります。はい、これなんて読むの。チュア、チュア、チュア、チョイヤ、チョイヤ、クワイヤ、クワイヤ、クワイヤロフトボリューム14、8月13日火曜日オープン17時、スタート17時30分からです。会場が新宿ロフトで、あのこれはね、対バン系のライブですので、桜井ビズの応援にぜひお越しください。はい、一般チケットの一般発売も受付中です。8月12日の18時までなのでお気をつけください。うん、じゃあ、ね、言いますか。せーの、クワイアロフト桜井ビーズに捧げなーい。ちょっと楽しくなっちゃってますよね。はい、僕らも楽しくない。僕らもまだあるから。あ、ほら、でも大丈夫。待って、仲間がいるよ。あの、お客さんの中にも、うん、ファンの方も最初読めなかったって言ったね。読めなかった。じゃあこれを機に読めたということで。うん、まだありますから、セカンドアルバムオクターブリリース記念イベントを行います。大きな拍手です。これはリリーブ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 クラップクラップ、はい、こんな感じです。大きな拍手。はい、日時が8月の11日の日曜日は、アバウトです、千葉、はい、はい、千葉県に行ってください。はい、そして8月の17日土曜日は、アバウトですが都内、都内をうろちょろしてください。で、こちらリリース日です、8月の21日水曜日、こちらも都内となっておりますので、なんかまあ都内の時はどっかをねちょろちょろしてれば会えますので。そんな感じなの。そして9月10月もねリリースイベントをやりますので、はい、詳細随時解禁します。お楽しみに。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きますよ、せーの、8月11日と17日と21日サクライビーズリリースにサマゴーゴーゴー。カメラマンさんも、もう楽し、僕も楽しくなっちゃった。そうですね、こちらはまあこう千葉とか都内、都内もこれからね解禁されると思いますので、ちょっと聞いてるけどちょっと楽しいよ。そうですね、だいぶだいぶ楽しい。やばいやばいやばい、リリース日結構やばいよ。やばい日は、まあ、覚悟を持ってきて、内容が濃いからね。本当にあの来てほしい、本当にすっごい楽しい。どんだけだよね、お酒が売って、あ、もうコメントもみんなの棒があの長いものになってる。ささげろーって、ささげちゃーん、ささげろー
みんな朗報です、はい、まだお知らせあります。すごいいっぱいあるじゃん。まだありますからね。はい、新宿ブレイズ公演、9月の22日会場は新宿ブレイズです。一部桜井ビーツーマンライブボリューム2ソングスコネクトピーポー目指せ世界平和 with リューティストということで、リューティストさんとツーマンライブをやります。時間は11時から、間違えた、オープンが11時でスタートが11時半です。はい、そして2部は桜井ビーズワンマンライブ in オータム2019食欲の秋、読書の秋、サークラビーズの秋ということで、なんかタイトルが決まってましたなと一緒の間に決まった、はい、オープンが16時でスタートが16時半、チケットピアにて一般発売が始まってません。まだ8月の17から始まります、うん、こちら桜井ビーズ過去最高キャパの単独ライブ、そしてツーマンライブとなりますので、ぜひお越しください。じゃあ最後ですかね、こちら行きますか。はい、せーの、9月22日桜井ビーズ新宿ブレイズ公演に捧げまーす。自分から言っちゃった、ハイカット。はい、この夏ね、はい、もうないんですよ、はい、残念ながら。この夏かなりイベントの量ありますの です、ね、こちら言ってないのもありますから、ぜひお越しください、はい、ね、というわけで令和最初の夏に、間違えました、令和最初の夏、桜井ビーズに捧げなーい。はい、はい、OK です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。この収録ですから。このこれの収録ですから。はい、そうですね、今年秋田文庫もね発表されたようなんですけど、土曜日じゃないや、うん、10月に秋田行きますので、はい、ぜひお楽しみにしててください。はい、はい、いいですね、嬉しいですね。いろんなラットジャムもありますね。中地フェスもあります。いや本当にいっぱいありますよ。はい、8月が終わってもありますから。うん、そう。だってそう、あ、おい。なんでもない。じゃラジオ体操頑張ろうみたいな。頑張ろう。よっとしたの。いい、頑張ります。いいよ。いいよ。いいよ。はい。うん、だって。スタンプ。ステージ、はい、スマブラで踊るんで。だから皆さんチェックしてください。一番綺麗に踊りますからラジオ体操。本当に。あの朝レッスンしてきます。ね、一番一番綺麗、もう手の先から足の指までも。ね、頑張りましょう。頑張ります。一番できるのがこれは無理だよ。楽しみだね。だティフの中も、あ、でも今回はそのさ、ティフが初めてポッドステージ。で僕たちさ、ね、あれじゃないですか。あの話しましょうよ。どの話よ。僕たちさ、今日で、あの終わりだ。4年が最後で、明日から僕たち 5年目に入るわけで。やばい、どうしよう。ケーキかな、今日。はいね。だからなんかあっという間にもう、4年経ってます。え、でも無理なんだけど、焦っちゃう、どうしよう、走っちゃう、走っちゃう、いやー、あとは分かんないからこのネタが。え、じゃあちょっと皆さんもね、え、ちょっと気になるんだけど、ちなみにその僕たちの初めてのフィフのステージをあの見てくれてた方ってここにいますか。スマイルガーデンですね。スマイルガーデン、ちょっと嘘なしで、あの、いたらあのちょっとはいみたいな感じでちょっとコメントしてくれたら嬉しいんですけど、まだ5人時代でしたけどね、その時は。見てるよ、だって。お、ほんと、あ、いたいたいた、見てるよ。懐かしい、あのエビチューさんのエビチューダイヤモンドと、あ、はい、バンラブとキス、ファスタスとキス、バンラブとキスをやったね。うん、あ、でもちょこちょこいるね。ありがとうございます。マウント取りにありがとうございます。いや、今年はね、うん、5回目のティフなので、ぜひあのその時の成長をね見てもらえたし、ホットステージですから1日目が、うん、もう一緒ですよ、はい、でもさ、その頃に比べたら、まあ、こんなに今さ、僕その頃知らないファンの方もたくさん増えてくれたってこと、うん、それはそもう本当に感動です。だ、外、ね、スカイステージのエビザリ見たって、いや懐かしい、超緊張したあれ。去年のティフで初めて見たって方もいるし、今年のティフが初めてって方も多分いると思うから、楽しみだね。だって衣装だってさ、あれ買ったやつでしょ、自分たち作ってないよね。そうそうそう、確かそれからアスミュージックとかで買った。そう、名前出さない。進化したからちゃんと衣装作ってもらえるぐらいにね、はいはい、綺麗になったね。なったね、お前になりましたので、見たね、はい、うん、はい、ティフの目標とか作りましょうか、うん、じゃあ桜井ビーズとしての、
もうファンを300人増やすとかそういう感じのご飯フィルタリングサーチをちゃんとね今年もしてこようと思います。でも毎年さあのクイズやってんのよ楽屋で絶対遊園地あるから、遊園地あるから、遊園地カレーもあるよね、あるそう、あとうどんサムキューゾーで冷製パスタ、レタレタパスタっていう会話をね、そう毎年がでマネージャーさんとはこれ絶対ないよとか言って会って、いやあったからみたいな、そういう会話するのが楽しみなんです。楽しいねいつもね、なるね、はいはい、ラジオ体操なんかじゃあさあの約束してよ、なんかしてくれるみたいなさ、ああ本番中に今ショールーム見ててラジオ体操見る方も絶対いるから、えなんかじゃするか、なんかジップだったらジップのポーズとかあんじゃん、なんかそういう感じでしょ、えどういうのしてもらいたい、そうだからこの今ショールームみたいな人もじゃん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 、スターラップね、スターラップ、違う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 、スタンダードショールームの S に、いいねいいね、これする OK、 じゃあこれをどっかでね、やろうね、そう、じゃあ今ショールームを見てる方、そしてラジオ体操見に行く方はちゃんとミンピとマージャンどっかで多分 S をやると思う、うちらも見に行くから、うん、ちゃんと見ようチェックしとって終わったと反省会を結果をねまたショールームとかで報告したいと思いますので、はい、皆さんもちゃんと見て私たちに教えてください、はい、やんなかったらなんか罰ゲームしようね。じゃあ僕らもちゃんと覚えてるから、二人をやる。うちらもさライブでタネリやったら S やろうよ。ああいいねいいね、オッケー。そこも役割にしよう。オッケーオッケー。いろんなとこにこっちが。そう S。S。もしかしたら握手もお客さんと握手。これもしちゃうかね。まさか。無意識でも S 出てきちゃうかもしれないから。いろんなちょっとじゃ今年のティフは S をばらまこう。そうだね。桜エビね。あそうだ桜エビ。あすごいショールームスタダスト桜エビズ。やば。桜エビ里。セリザマも。おセリザマ。そうだ。そうだ。奈良星のし。し。カセのせ。に。ズラ S だ、ズラ S だよ、ズラ S、 S に点々でしょ、そうだ、ミズハ、オッケーオッケー、はい、じゃ次のコーナー行きたいと思います。令和最初の夏、サクライビーズライブのいいところ紹介しなーい。あ、一個入った、一個入った、はい、サクライビーズのライブのいいところをコメントで紹介していただきたいんですけど、なんかショールームでしか見たことないよって方とかにもライブ来たことある人は分かるように、うん、なんかサクライビーズのライブの魅力とかこういうとこすごいよとかそういうのを教えてほしいですね。そうね、それ拾ってなんかさ話広げてみたいな。なるほどね、しますか。ちょっとさ大げさに誇張するのもあれじゃない。あ確かに、あストレスがきれいさっぱりなくなるだって。おお、ストレスが、確かにストレスが全部なくなる、ね、そうだって僕たちあれだもんね、握手会とかでお話しするときも、うん、皆さんの悩み全部聞くもん、そうだよ、もうストレスなんてなくなるよ、うん、確かに、うん、細かすぎても OK だって、そのライブの。あ、なるほどね。なるほどね。じゃあ、誰ちゃんのここがこうとか、ね。皆さんが思う、そのライブ、僕たちのライブの楽しみ方と。でもこれ、なんか水原か、水原じゃない、水原たちもさ、知れんの嬉しいよ、ね。確かに、どう見られてんのか気になるもんね。目をめちゃめちゃめちゃ見てくれる、嬉しい。めちゃ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 恥ずかしかった。確かに。成仏できる。背が伸びるって。背が伸びる、背が、あ、ジャンプってこと、どうなんだろうね。あ、そうだね、背伸びるね。水原さんの。ターンが綺麗、ターンじゃん、早すぎて周りのやつね、なんか水原のターンだ、ゲームの時から。水原のターンが早すぎて残像しか見えない。確か、本当やってみたら、今したら残像しか見えないかもしれないじゃん。どこのターンかしら、グラディレとかじゃない、なんか分かんないけど、なんだっけ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 、ほんとだ、向かって向かって向かって、せーの、おーおー、かっこいいかっこいい、残像しか見えない。確かに今何回転した、今何回転ですか、今何回転、数えなかった、ごめんね、じゃあもう一回行く、うん、もう一回もう一回、いや今数えるね、じゃあ何でした、え10ぐらい、嘘、780回転、あ、ちょっとやるね、せーの、待って、
それも熱いそんなの。指切れなかったのよくね。うん、ね700回で。でもちょっと痛かったけど700回も痛いんですよ。すごいこれ。痛かった。痛かった。後で聞いんじゃない、ね、でもそれを見極めてるのちネイティオさん素晴らしい。気づいたんだよ。700回ターンもしてんの。目が空で、そうね、そう大丈夫、大丈夫、大丈夫です。大丈夫。早すぎて1回しか回ってないね。逆にそういうのもあるよ。そう、扇風機みたいなのが、扇風機って早すぎたら逆に回ってるように見えるじゃん。扇風機だね。扇風機、扇風機の S じゃないじゃん。なるほど。時の S。じゃあもう解決だね。解決解決解決。スタッフが揃いも揃って可愛い。それな。それも。それな。スターダストさんのスタッフ。可愛いよ。いやもう特に桜エビだよ。特に桜エビは、うちらより可愛い。全然だって僕たちが私服着てたらさ、もう誰がマネージャーさんで誰が分かんない。分かんない。うちらが休んでも会員出ても分かんない。全然全然いける。もあちゃんのマイクの握り方可愛い。いいところ気づいた。もあちゃん。はい。あじゃ待ってじゃそこそどういう感じ？リードバーグ。リードバーグの。リードバーグ。はい。もうこれ何回も見たよ。すごいもあちゃん。歌います。はいはい。教えてくれよ。ほんと本当にこんな感じだよ。僕の名前を可愛いな、もーちゃん、これ可愛いわ。なんかメンバーからあの、うん、動画が送られてきてあの私の歌ってるパートナーでこんなんやってて自分でもびっくりしました。本当最初のやつで。そうだからね、見てないね。すごい。リコーダーかと思ったの最初。マイクでさ、マイクからもなんか楽器できてるのかなみたいな感じの。だよね。じゃあリンドバーグのねこの部分ぜひ注目してください。あ、灼熱も。あ、そうだね。確かに。あちらのところね。川瀬さんのチンピラ感が素敵ですね。まあ確かにライブになると増すっていうのは確かにあるかもしれない。本当に意識してないんだよ。本当無意識なんだけど、うん、多分ライブの時にしか見せてないチンピラ感が多分出てると思うから、やっぱそういうのはライブに来た方が絶対いいと思う。じゃあ踊りながらさ、なんかドキドキしたらブンブンみたいになっちゃうそう、ポンポンとかしてポンポンはチンピラ？チンピラポンポンって言うの？最近チンピラ感にはポンポン流行ってるから。ポンポン流行るの？ポンポンチンピラとか言ってるから。それキューの川瀬のキスしたいの顔は可愛いと思った。あそこでしょ、し2番でしょ。あ、4番か、2か。あえでもチンピラで可愛いんでしょ。チンピラでキスしたいが可愛いって結構想像つかない、ね、ちょっと見せてもらおう、ね、うん、見せてもらおう。すごいね、ぜひやりたい。お、じゃあその場所でどーんと東京をタワー線にして横顔にキスしたい。何これ、これ私の可愛い。多分さっきの人はこれ可愛いって思ってる。あ、そうだ、そうだよね。そう、チンピラが好きな方なんで、ね、気づかなかった顔がね。なるほどね。これポンポンの2個だから、ね、あ、でも待って、これ見てティフの予習するやばいね、これはこれはやばい、これはやばいね、ほんとに。確かにね、だからね、ダメだ、回るよ。ソラさんの真顔が美しいって。なるほどね、真顔。じゃちょっと真顔を見せてもらおうかな。真顔なんて作るわけないじゃん。いや、いつも笑ってんだからさ、作るわけなくない。笑顔がいいもんな、そら。笑顔が美しい、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 美しいです。美しい、あ、いいですね。今それこれ待って、笑ってんでしょ。あ、笑ってる、笑ってるんだよね。爆笑なんだけど。さすがにきつい。え、でもそういうのも見どころだね。ちょっと真顔の美しさを見どころでしょうか。そうね。ね、あと何があるんだろうね。皆さんは。でも結構出てきてない？嬉しいね。皆さん。リチャーの目力はブラジルあたりまで。もう、え、でもブラジルまで照らしてもらっていい？確かに。目力の目力で、そうそう、ブラジルを照らす。全然いけるよ、下下の方にはって。じゃあ、ブラジルって下だけど、前がブラジルだと思って。さすがにさ、ブラジルはできないよ、遠すぎる。リジムができても、12時間ぐらいで。さすがにできないと思うな、リジもな。じゃあリジュ1回ね、1回画面から離れて。いや、さすがにリジュの瞳でも、ブラジルは厳しい、本当に。だって目力でしょ、うん、無理だと思うんだけど。すごい、すごい、照らされてる、照らされてる、照らされてるよ。やばい、ブラ
ジル行けるわ、それブラジル行った。ブラジルからコメント来るんじゃないかな。確かに。ブラジルから届いてますかだよ。ブラジルの目が開きそう。声も出てたよ。声もブラジルまできっと届いた。もう一回だ。次はもうだからもう一周して日本に帰ってくるぐらい。分かった分かった、うん、日本。綺麗綺麗。光もちょっと今パッと相まってね、ちょっと綺麗だった。いいね。いいね。すごい綺麗だよ。地球一周したわ。一周した。帰ってきてる帰ってきてる。ミッピーが妖精みたいにファファしてるだってよ。あ、ミッピーファファしてる。ミッピーに妖精。うん、まあ本当本当ほらしてるんだよ。ほら椅子に座れないもん。ほらあれじゃない。ええライブ中こんな感じなのミッピーって。あんまミッピーのこと見たことないか分かんないんだけど、こうやって動いてるかも、もしかしたら。無意識に。でも知らないんでしょライブ中は。飛んでるの私。あ、飛んでるんだ。あ、じゃあ足ついてないのかライブ中。そう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 。あら浮いてるね。あ、そうだね、そういう時にそう。じゃあアンコール。アンコール。アンコール。あー。来た来た来た。みさとちゃん。みさとちゃん。なんか袖がいい感じにさ揺れてるから。この衣装がいい。揺れてる。この衣装がいい。いい。さあと皆さん予算ありますかね。炭浮いてる。炭浮いてる。ミッピーがね。いいねいいね。ね、出張ショールーム？出張しゅあ MC が、あトークも、そのなんかライブの間のトークも見どころの一つってことだね。ですね。ほぼ楽屋の感じですからね MC は。いつも。いい、楽しい、僕たちも楽しくてありがたい。うん。なんか台本がちょっと少なくなってきたからこそ出せるあれがあるよね。本当何も決まってないので。水原のシワクチャな笑顔。シワクチャってすごいなんか。おばあちゃんだねもう。シワクチャな笑顔。あ、そうだね。そう、シワクチャな笑顔みたいな。いや、いけるいける。え、水原の笑顔見たいな。7年後になるから7年後のもーちゃん7年後になるから。ミッピーの泣き芝居だって。見どころ、ライブの見どころ、ミッピーの泣き芝居してるの。してないし、今ライブじゃないのに泣きに行くんですか。何が、何があったの。どうしたのミッピー。何があったの。いっぱい人が来てくれて今日。どうにかしてよ。今みんな泣こうと思ったのに。今みんな泣いてこうと思ったのにさ。大丈夫よ。大丈夫。大丈夫。ごめんね。大丈夫。大丈夫だよ。やばいやばいやばい。でも分かる、僕はミントの泣き芝居好き。芝居なんてしてないんだけど。え、泣き芝居だ。今のなんか。分かる。そう。面白い。今いいね。今日のまとめ、今ね、おのおのやったやつを6人一斉にやったら普段のライブになるんじゃないかっていう。そうか、それでやっぱより来てくだ、あの、来て、何、来たいという気持ちを。そうですね。じゃあ、ライブだと思って。入場からやっと入ってくる。はい、じゃあ皆さんは今桜井部のライブに来た気分になって、でまだ来たことない方も、まあ盛り上がるちょっと準備をしておいてください。じゃあ皆さん、じゃあ僕たちを呼んでください。桜井ビーズってコメントしたら僕たち入ってくる。
くので、桜井ビーズってコメントをぜひお願いします。今 BGM だね、なんかじゃんじゃんじゃん、藤井さんの禁断の感じだったんだね。じゃあ、ねー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 ねか、世界最短のライブだよこれ。ちょっとあれなぐるあれ置きたくなるよね。確かに、だって真顔がいて、全開笑顔がいて、目力がいて、チンピラがいて、泣いてる人がいて、笑ってるマイクパクパクしてる人がいるでしょ。いやでもさ、これを見てライブ来てくれたっていう方が増えたら、確かにそれはもう最高じゃないですね、うん、はい。じゃあ皆さんアンケートをね取りたいと思います。難しい。令和最初の夏を桜井ビーズに捧げる。1丸2捧げない、うん、どちらにしたいと思ったか今のショールーム見てね。じゃあお願いします。投票スタート。スタート。あ、捧げないじゃない、こっちは質問じゃない、捧げない。ほらファンになったボーっ、ね、久しぶりのアンケートですね。そうね、やっぱ使ってこ、捧げるしかねえ。そうだって夏だもんね。もう捧げ、7月終わるよ。全部もう捧げたから。だから8月よ、すでに捧げてるよ。私逃げたら逃げたらみさとが泣いちゃうから。そうだよ。本当だ だよ。私泣いちゃう。棒になってるって何。4、あ、3、2、1。ありがとうございます。おお、1の方が多かった。捧げてくださいね。だってこれ今見てる、ボーゲルボーゲルっていう感じで、ボーゲルだから今2000弱の方が見てくださったから1500人ぐらいは増えました。やった。1500人キャッパーが埋まるということで大丈夫ですか。大丈夫です。どこができる、これ青年館。新宿ブレイズ2回回しぐらい行けますので、多分2を押した方は多分そのボーゲナイだったから2になってて、ドラゲナイ、ドラゲナイ、ボーゲナイ、ドラゲナイ、ごめんなさい、著作権がすいません。なんで、あの多分捧げって漢字ができてたらみんな1だと思います。いやこれはちょっと作家さんだな。大マッチみたいな。そうですね。じゃあ皆様、夏たくさん桜井ビーズイベントライブありますので、全てお待ちしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお返しします。はい、ということで桜井ビーズの愉快で夫婦なショールーム第90回令和最初の夏、桜井ビーズに捧げない、あっという間にエンディング。また告知する。改めてじゃあ始めからいくわ。東京アイドルフェスティバル2019、8月2日1時から1時40分から2時20分までホットステージゼップダイバーシティです。次の日8月3日10時40分からスマイルガーデン、14時5分から富士横ステージ、会場はお台場です。はい、はい、そして次の日ももクロマニア2019サテライトパーク、2019年の8月4日日曜日10時5分頃からの出演です。当日の本公演のチケットをお持ちでない方は入場できませんのでご注意ください。よろしくお願いします。なんだこれ、クォーター、ロフト、クォア、クワイヤ、クワイヤ、クォーターじゃん、クワイヤ、ロフトボリューム14、8月13日火曜日17時30分からスタートです。会場が新宿ロフト、そして出演者いっぱい出ます。チケット一般発売受付中です。よろしくお願いします。お願いします。そしてセカンドアルバムオクターブが8月21日に発売されます。そしてリリース記念イベントが8月11日千葉、8月17日都内、8月21日都内、9月、10月もやりますので、情報解禁をお待ちください。よろしくお願いします。お願いします。これ本当はちょいや、え、ちょいやじゃない、びっくりした、違いますね、ちょいや、ちょいやちょいや、はい、クワイヤ、渋谷、新宿ブレ
22日新宿ブレイズです。桜エビツーマンライブボリューム2ソングスコネクトビーポー目指す世界平和ウィズリューティストが1部です。2部桜エビズワンマンライブインオータム2019食欲の秋、読書の秋、桜エビの秋ということで、うん、6時半からです。チケットピアにて一般発売が8月17日からスタートします。よろしくお願いします。お願いします。はい、その他にもたくさんイベントありますのでぜひお待ちしています。待ってます。はい、ということでランキングトップ5、5位教えてくれよしゅうちゃんさん、ありがとうございます。第4位コンボエールボースピンキックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第3位捧げるサッサさん、ありがとうございます。第2位オフィシャルの中野人さん、ありがとうございます。第1位シュアジマンジオンジさん、ありがとうございました。はい、というわけで桜井ビーズの絵会でふんふんなショールーム第90回終わりです。この配信はこの後楽屋で行われる反省会の様子もオンエアされますのでぜひチェックしてください、はい、反省会で桜井ビーズに伝えたいことがあったらぜひコメントしてください、はい、そして次回の放送は8月7日の水曜日19時からで、もう来週です、はい、来週だ。いつもと違ってね、もう次の週なので間違いないようにご注意ください。はい、それではエンディングでもう終わる直前に2000人いったからありがとうだけよ。ありがとうございます。それでは以上サクレビーズでした。ありがとうございました。2032名ありがとうございました。バイビロン。